10月8日、名張市の旧市街地、旧町で開かれた交流イベント、名張街道市。今年は名張市出身の推理小説家、江戸川乱歩をテーマにした講演や街歩きイベントが行われ、多くの家族連れでにぎわいました。そんな中、名張高校の生徒らもブースを出展。地元店舗と協力し、開発したスイーツの販売や体験コーナーなどでイベントを盛り上げました。ビジネス専攻の生徒たちが販売したのは、名張市の小蓮寺湖ぶどう組合のぶどうを使ったスイーツやドリンクなど4つのコラボ商品です。生徒たちのアイデアが光るこれらの商品は、地元のワイズカフェと沢田一休庵の協力のもと商品開発が進められ、この日のために完成させたものです。また他にも、人文専攻の生徒たちが作成したスゴロクマップとシールマップを使い、名張市街地旧町の魅力を再発見するワークショップも開かれ、人気を集めました。生徒たちがおすすめしたい旧町の隠れた名所や見どころなどを詰め込んだこちらのすごろくマップ、8月に生徒らが地域の人とともに実際に旧町を歩き、写真を撮るなどして完成させました。イベント当日は、長谷街道と名張のお菓子をテーマにしたリーフレットの作成に携わった有志メンバーとともに、ブースに訪れた人たちに名張の魅力を伝えました。5月頃から計画を立てて取り組み、ようやく完成したリーフレットを手に満足した表情を見せるのは、2年の貝原さんと福島さんです。いろいろ文章を作成したり画像を入れたりして、どんな風に完成するのかなっていうのが分からなかったんですけど、実物を見てみた時に思ったよりも分かりやすく自分たちが描けてたりとか、工夫が生かされてて良かったなと思います。文章も自分たちで考えて頑張って作ったので、形になって嬉しいです。手に取っていただいて見た時に、このお菓子美味しそうだなとかいう感じで訪れてくれたら嬉しいですし、他にもお菓子屋さん以外にも長谷街道沿いの場所とかも載ってるので、こういうところあったんだというふうに見てもらえたら嬉しいなと思います。リーフレットは今後市内小中学校などで配布されるほか、市内外のイベントなどで名張の PR に活用されるということです。今回さまざまな地域と連携した取り組みを通じ、ふるさと名張の魅力を発信した生徒たち、教室の中だけでは得ることができない貴重な学びの機会となったようです。次回のハイスクールパレットもお楽しみに。あっちどっちそっち ABS